どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。7月24日、今日の歴史3分講座。本日は、足利義和さんの誕生日でございます。おめでとうございます。いやー、何した将軍かわかんないっすね。学校の授業とかでもね、大きく取り上げた記憶はないですし、テストとか入試でも答えで書いた記憶はないなぁ。でもね、この人物はですね、まあ、室町時代から戦国時代にこう流れていきますけども、その時代が移り変わる大きなきっかけを作った一人でもあるので面白いんですよ。で、一体どんな人物かと言いますと、室町時代といえば時の将軍はですね、足利家ですけども、この足利義和さんは第5代にあたるお方でございます。お父さんが4代将軍の義持さん、おじいちゃんが有名人ですね。金閣寺を作った足利義満さんがいますね。で、将軍になって何をしたか。で、以前ですね、江戸幕府の12代将軍徳川家慶さんのところで、サムネのところで何したか分かる人、ゼロ人説みたいな書きましたけども、実際家慶さんはね、いろいろなことされてましたけども、この足利義和さんに関してはですね、何もしてないわけじゃないんでしょうけども、何したかよく分からないんですよね。でもね、それにもちゃんと理由がありまして、お父さんの足利義持がですね、まあ、4代将軍ですけども、その先代、父である義満の政治方針を180度ぐらいこう変えてしまうんですね。父義満が処分した罰してた方々を許したりとか、あとは実は義満さん関係の建物金閣寺以外全部ぶっ壊しちゃったりしてるんですよね。あとは義満さんがやってた貿易を中止したりとか、日民貿易ってやつですね、官合貿易とも言いますけども、で、あとまあ義満さんはパワハラとかもね結構すごかったので、そういったなんて言うんだろう、強圧的なね、権威を背景に政治を行うというよりは協調性とかを大切にしようというのが、この義和さんのお父さんの4代の義持さんだったんですね。で、あとそのお父さん義満と全然違うのは、側室を持たなかったってことですね。義満さんはね、子供が20人以上いたっていう風に言われてるんですけども、義持さんの子供で元服を迎えたのはこの義和さんだけなんですよ。だからめちゃめちゃね可愛がってんですね。で、お父さんの義持さんは非常に信心深い方なので、神社仏閣巡りとかめちゃめちゃしてたんですけども、それにね、いつも義和さんは付き従ってたんですね。だからめちゃめちゃ可愛がられてんですよ。で、17歳の時に室町幕府の5代将軍に就任するんですけども、なんとね、2年後にね亡くなっちゃうんですね。わずか19歳です。だからまあ2年の間将軍だったので、その間何かしたかというと、そうではなくてですね、将軍にはなったんですけども、実質的な政権のリーダーはですね、お父さんの義持さんだったんですよ。これまあ江戸幕府になってもね、家康が大御所政治をやったりとかっていうので、将軍譲った後そのまま実権を握っていることはどの時代にもあるんですけども、だから義和さんには全く実権がなかったんですね。だから驚くことにですよ、義和さん花押も伝わってないんですよ。サイン、だいたい書状の最後に花押ってこうサインがあるんですけども、将軍なのに義和さんは分かんないんですよ。で、これ若くして亡くなってしまった理由というので、一番に挙げられる説というのがお酒ですね。アルコール依存症じゃないかというふうにも言われたりしてますけども、お父さんの義持がですね、義和さんが15歳の時にお酒を飲みすぎるなというふうに忠告してるんですね。で、さらには起床も神様に誓うっていうのを書かせたりしてるので、どうやらお酒が若い頃から好きだったようで、で、15歳って言ってもこれ現代で実年齢にすると13歳ほどですので、中学1年生ですね。その頃からお酒にハマっていたという説もあるんですね。ただこれ、あの義和さん以外にもお父さんの義持さんは神社仏閣とかにお酒は控えるようにという禁酒令を結構出してますので、その一環で出した可能性もあるので、まあ、どこまで義和さんがお酒に依存してたかっていうのは分かんないですね。あと義和さんが亡くなった理由として当時から噂されたのが、たたり怨霊ですね。どの時代にもありますね、この類の話は。あの、実はですね、お父さんの足利義持はですね、自分の弟義継さんという方と対立してですね、最終的にその義継を暗殺してるんですね。だからこの義継さんの呪いで義和さんが早死にしたんじゃないかとか、あとはですね、これまた4代将軍の義持さんがですね、神社仏閣に厳しかったので、岩清水八幡宮に特に厳しい弾圧をしてですね、そこにお勤めしている方々をですね、数十人殺してしまったという事件があったんですね。なので義和さんが早死にしたのは、これは神罰だというふうにも噂されたそうなんですね。で、こっから戦国になるきっかけの一個ですね。何かというと、後継者また決めなきゃいけませんよね。家持さんはね、健在なんですね、お父さん。義和さんが亡くなった後も。ただ、問題なのは子供がいませんよね。で、次どうするんですか、後継者って家臣が聞いたらですね、義持さんはですね、特に後継者は指名しないと。みんな、いろいろ話し合って決めるようにっていうので、丸投げしちゃうんですね。で、家臣たちもしょうがないから、八幡宮の神様の前で、おみくじを引いて決めるっていうのを提案したんですね。そしたら義持さんは、一応許可を出すんですけども、自分が生きてる間はダメだって言うんですよ。なぜなら実は義持さんはですね、その息子の義和さんが亡くなった
なった後に自分でくじをやってたんですって。それどんなものかというと、2種類くじを作ってですね、一つはもし義和さんがこう亡くなっちゃったけども、次に子供が生まれないなら自分の祖父である足利義明二代将軍の刀を奉納すると。でもう一個のくじというのが、もし義和以外に生まれるんだったら何も奉納しない、何もしないというくじを作ったところ、そしたら奉納しなくていいっていう方のくじを引いたんですって。だから自分からしたら、もう一回その神様の前で後継者を決めるくじやったら、自分でやった方のくじの真理、まあ、神様の心に反するからやらないでっていう風に言ったんですよ。だからしょうがないから、亡くなるまで後継者が決まらず、この義和さんが亡くなった間4年間室町幕府の将軍がいない状態なんですね。で義持さんがついにお亡くなりになった後に、家臣たちがくじを引いて決めた将軍というのが6代将軍の足利義教さんなわけですね。この方別名ね、くじ引き将軍という風にも言われてますけども、この方は義和さんのおじさんにあたる方、義持さんの弟にあたる方ですね。で足利義教さんは大名たちに対してかなり厳しい政策をとって、最終的に反発を受けて有力大名の赤松家によって暗殺されてしまうわけですね。そこから始まる一連の騒動が可吉の乱というやつですね。でその可吉の乱の混乱から、さらに幕府の権威がどんどん落ちていって、8代将軍の足利義政の時に応仁の乱が起き、そして時代は戦国時代に突入していくということなんですね。で京都の東寺院というお寺がありますけど、そこは足利将軍家の菩提寺なんですけども、歴代の足利将軍の木像があるんですけども、義和さんのね、残念ながらないんですね。義和さんの木像が置かれてるのは、足利家の元々の本拠地だった栃木県の足利市の方の万奈寺というところにはね、義和さんの像が作られてますね。どちらもぜひ行ってみてください。以上、7月24日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張る歴史。